て俺さ受験の時さ東大実践模試国語の試験さ耐えられなくなって帰っちゃった。 Part 1 Number 1 Look at the picture marked number 1 in your test book。 俺スピードついていけねえよ。だから何これもしね、これだったらそう俺の本だから別に音声流してもね、うん、文句言わせない。どう見ながらやるの？このこれですね。じゃあとりあえずやってみればいいわけですね。あ、そうかこれ。何これ？ Mark your answer on your seat。Mark your answer on your answer seat。Mark your answer on your answer。これ全部同じこと書いてるんじゃん。そう、そこ音だけで解くパートなんで。そか、何がどういう問題かも知らないですね。そもそもね、うん、音声流れてきてそれを適切に写真を描写しているのはどれかで、あ、これか。2個目は2目が最初に何か喋ってそれの返答として正しいのはどれでしょうって問題ですね。あ、これ2番2と3、4はだから同じ質問ね。音しか出てこないんで、はい、Listening test。 ここね、 Part 1 Number 1Look at the picture marked number one in your test book。 これ音声遅くなってる。あ、いいよ、遅くて。遅くちゃダメです。ちゃんとリアルなスピードでやってください。Part one. Number one. Look at the picture marked number one in your test book. A. He's lying on his back. B. He's holding a tool. C. He's removing his glasses. D.He's folding a uniform。 はい、選んでください。2回言ってくれないの？言えません。1回しかないです。Part 2 Number 2 Who's in charge of the meeting? A. At around 2 p.m. B. Yes, it's crowded. C. It's Mike's turn. おしまい？ Number 3 Where can I purchase a ticket? AFrom a travel agent. B. She isn't here now. C. Next Wednesday. Number 4. What did you think of the lecture? A. I think so too. B. Those speakers. C. It was all right. 最後もう一回。いや、一回だ。Part 3. いや、もう次のパート進んじゃう。Questions 5 through 7 refer to the following conversation. ちょっと待った。これはもうね。Package arrived from Hudson. いやいやいや。そうです。もうそれ3つ、3つ、3つセットで、1個の会話で3つです。あ、1個の会話で3つね。はい。じゃあちょっと待ってる。待っててくれるの？待たないです。待たないです、もちろん。え、本当の試験だとどれぐらいの？あ、これだからもっといっぱいあるわけですよ、質問。これだからミニ模試なんで、全部、ちょっとしか載ってない。Part 3.Questions 5 through 7 refer to the following conversation. Did the package arrive from Hudson Stationery yet, Natasha? Yes, it was on my desk when I came back from my lunch break on Wednesday. I took a look at it, and not everything that we ordered is there. That's too bad. And it's happened twice before as well. Okay, check our order again and make a list of what's missing. On Monday, I'll call them and let them know about the problem.Number 5. What are the speakers mainly discussing? Number 6. What is the problem? Number 7. When will the man contact Hudson Stationery? 終了。え？うん、続き。Questions 8. これは終了。はい。答え合わせ。もう一回して、もう一回して、もう一回最初から。最初からやる。だってまだ。最初は。わけだよ、あの、アッキー取れてるうちに、なんかちょっと、これね、1個。ここと、そっか、こことここでもいいですよね。そうそう、だから、まずそう、受けたことない人も何していいか分かんなくなっちゃうのが。そうそうそう。で、今、あったじゃないですか、質問流れてたじゃないですか。うん、で、質問流れながら解いてましたけど、もうそれじゃ遅いんですよ。はい。質問が流れてるときに全部解き終わってないといけないんで、はい。質問が流れてるときは、もう次を読んでなきゃいけないんで、はい、だから大変です、はい、あと。わかりました。この音声はどうで、あ、これ CD やってるのね。あとじゃあ、リーディングの方。リーディング？はい。リーダーに読むの？読む。
ただ僕ただと言ってます、はい、はい、終わったですか、はい、大体そもそも時間かかりすぎだよね。そうですね、時間がめっちゃかかってますね。これは違いますね。一個だけ、いや、この最後二つ違う。 A union spokesperson has requested that building 拡張してくんでしょ。拡張ですよ、その通りです。拡張してくるんだよ、まあ、全部拡張だから、ね、全部拡張、全部拡張だから、瀕死なんだけど、瀕死問題だから、瀕死問題だから、エクスパンドって動詞の、これで動詞の原型ですよね、エクスパンドで。これが主語だとすると、ただの動詞、あ、そしたらでは誰の、S が3回いかなきゃいけないだって、以下がだって一つの文章になるはずですよね。そうですね。だってこのスポークスマンが要求した何よっていうこの文章ですもんね、うん、そしたら動詞がねえじゃん。あ、動詞インクルードか。あ、でもそのビルディングインクルードが動詞ですね。でだってなんでこれ S 使わないの。これはリクエストザットだからですね。え、リクエストザット主語動詞の原型です。で三単元つかないの。つかない。なんでそういうルールで、そういう法律事項ですよ。え、そんなのあったっけ。え、あります、家庭法現在ってやつですね。ああ、これ家庭法なのね。そういうルールです。で今回は答えはビルディングエクスパンションですね。名詞足す名詞です、ね、ああ、ビル拡張。そうです、ビルを、そうです、拡張、そう、ビルの拡張です。うん、スペラルイラストレーションはこれはでしょ、出版差し止めだからオミットした。これまで they would be、 ここからが単なる、ここから以下が単なる文章になるだけでもね。そうそうそう。to 過激なとかそんな感じでしょ。ディストラクト、ディストラクトという意味ですか。ディストラクトはそらすですよ。注意をそらすです。うん、あ、だから要するにまあ to だから to だからよりディストラクトリーティングが正解ですね。ing。これ注意をそらすものっていう形容詞です、ね。形容詞ですね。形容詞を書かなきゃいけないんですね。そうそう。ここには形容詞が入るんで。形容詞どれが形容詞か分かんないんだ。で、ディストラクティングだけが形容詞。あとはディストラクトっていう単語も知らなかったしな。だからまず瀕死の知識。あ、ディスってあれか、あの否定のディスですね。まあというより離すのディス。引き離す。だトラクトは引くですね。だから引いて離す、引き離す。だから注意をそらすっていう。なるほど。次にやる。まず最後かな、これ時間的に。はい。これ。はい。だって俺さ、受験の時さ。東大実践模試国語の試験さ耐えられなくなって帰っちゃったまあまあ模試はねありますね、もう世界史とか帰っちゃうこと出てます無理できました。オープンポジション合ってますね。で次が A 文脈ですね。It has been pleasure to work with you。 違いますね。え、なんでしょうね。文脈合ってないですね。え、だってマジ文脈合ってない。これだけなんかいかにそれっぽい感じだったんだけど、まあ、でも大学で教えてる生徒たちもそれに引っかかりますから。同じ、だってふさわしい人間なんでしょ。そうそう。じゃあ C。 そう、うん、これだから面接に来たっていう場面がここ分かんないって言うんですよ、うん、面接に来てで申し込み書の話し、申し込み、別にずっと楽しみにしてるわけないもんね。面接来たんだから。 It's been pleasure to work with you っていうのは働けてよかったですって意味だから、働いちゃってますよ、うん、そうそうそう。でもまだこれから働く人そ。そんなの知ってて。はい、丸だから A はありえ、丸じゃねえ。丸だよ。丸じゃねえ。丸だよ。人生やり直し聞くんだよ。丸。これ丸ね。はい、で、ね、23そう、で B でしょ、うん、はい。で、24は D です。ああ、満点。満点じゃないか。パーフェクト。で、そして遅すぎますね。もう全然、やっぱ時間がかかりすぎちゃってます。
これ2分いくらですか？これ2分で解かないともう間に合わないです。さっき5分以上かかったね。全然余裕でかかって、全然余裕で5分。ついあの、ね、ゆっくりやりますから、慎重なタイプ。だそういう形で。これスピードついていけねえよ。そう、だから大変ですよ。やってってもらいます。単語も大変です。Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.